大どうもジャンゴでございます。今日も花声実況、秋田実況やっていきたいと思います。デイズゴンでね、鳥海さんが見えてるけど、今回おっと、なんか来た。ホットスプリングスキャンプ聞こえるか？ラーソンが見たっていう生存者についてもっと情報をくれ。ディーコン、分かってるのは若い女だったってことだけだよ。いや待った、そういえば橋の横のパンケーキ屋のそばだって言ってたね。直せそう。ああ、その場所なら知ってる。パンケーキ屋さんのね。そっから調べてみる。いいかい、必ず私の元に連れてくるんだ。そうすれば最近ドリフターの連中から仕入れた銃を売ってやってもいい。そいつはありがたい話だな。欲しいですね。はい、ということでね、前回はサラのなんか回想みたいなシーン多かったね。どうやって出会ったかとか、どうやってはぐれたかで、生きてるのか死んでるのかっていうところで終わったんですけども、今日もやっていきたいと思います。続きね。で、目的地待ってよ。新しいストーリーで、メインストーリーは清き心、清き心だね。清き心やっていきます。マリオンフォークスで目撃された生存者を探す。あ、ここあれじゃん、この丘の生ハゲ像あるとこだね。通ってきたとこだ。さあ、早速行きたいと思いまーす。タイもう少しだね。あそこ戦乱中もあるとこでしょ。あったね、戦乱中。前回出てきたけど、丘の生ハゲ像と戦乱中あるとこだね。ここジャンプしていかなきゃいけないので、ね、待って、ジャンプ、いや行ってくれ。うー、待って、いやいい、お、あれバイクが…まあいいや、見てはいけないものを見てしまった。さあ、とりあえずここについて人を探すのね。オガの生ハゲ像です。パンケーキ…あ、これパンケーキだったのね。パンケーキ屋さんね。さて、どこにいる？この辺りのはずだ。水は必要だよな。ってことは川の近くか。いるの本当に。俺と一緒に来い。それ回復しといて。やば、体力少なかった。で、いろいろ探してありましたね。足跡だ。子供か女か、ブーザーがいればな。ブーザーがいれば。ブーザー全然合ってないね、最近。おっと、特殊能力を発動させて。水を汲みに来てたんだな。でも慎重に動いてて、長居はしてない。そうね。とりあえず取れるやつ取っていくか。それガソリンしかねえな。お、バイクの音。リッパーども全員殺してやるからな。え、ま、お、違いない、子供だった。手分けして探した。やばい、この近くに隠れてるはずだ。一体待たれ、まずこいつをどこにいる。ここに、あ、いるね。まずこいつ2体目視できる。どうやって任せて。オッケーオッケーオッケー。うわ、待って、待ってて、まあ、バレた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 。待って、スナイパーいんの。弾が切れそうだ。頑張れ。オッケー。あと2体、上のレーザーポインターのやつと、あと下のやつかな。1,2、 あー2体いるね。これは火炎瓶的なやつ、火炎瓶2個やっといて。待って、中来るな。あ、待て待ってて。どういった。まずこいつを倒したいところではある。うわ、全然食らってねえ。おい、受け取れ。まずいな。5発ね。奴を取り囲め。行け、急げ、取り囲むんだ。待って待って、真相だから1回回復する。これ見つかんない方がよかったな。回り込む。で、接近戦で、うら、オッケーオッケーオッケー。
隠れる、すぐ隠れる。オッケーオッケー。隠れて。払拭して。オッケー。で、そいつを、オッケー。で、奥に一人と上一人かなと。とりあえずアンポイント、お、新しいやつをゲットして。バレてない。オッケーオッケーオッケー。やれるか。顔出すかな。回り込むか。スナイパー殺すか。スナイパー倒したいから。上ね。どうやって行くんだ。けばれてない。上に行きたいんですけど。階段があるんじゃないか。ないね。あったあったあった。こっちでいたぞ。いたね。まあ、お前を接近すんで。うるや。オッケー。オッケー。でこいつに。おお待って待って。おいどこにいる。めっちゃ外がぶっ放したけど。眠らせてやろう。はい。どこにいた？とりあえずスナイパーゲットして、スナイパーライフルをゲットして、クロスボウがなくなるのか。いっか、弾ねえし。オッケーオッケー。真下にいた？そっち側に反応あるね。お？いるか？とりあえずで一回出て回り込むか。よっ。あ、いたな。あ、これ敵か？あ、これ敵だな。はい、外していく。待て。これは接近戦の方が良さそう。うわ、他にもいるな。全然見えないけど。ここに一人？あ、奥にもいるな。やばい、あと一発死ぬ。当たりません。もう弾がない。トラブルね。くっそ。はい、弾がありません。まずいな。まずあいつを倒すか。もう接近戦で。はい、ナイスかわしい。オッケー。これ接近戦の補填じゃねえか。もう撃たないでいって。弾ないの？補食して。オッケー。いやー、きついね。やっぱ見つかるときついね。あの裏と二人一緒。ほっ、ここだ。オッケー。で、お前、あー、奥にも一人いるね。このバイクやば。あ、二人か。もうないな。やべ、後ろにもいる。これは危険だ。これはやばいんじゃないか。まず一人。まずい。まずい。これは非常にまずい。ショットガンがあと1個。やばい。ちょ、これの範囲は見つかってしまったことが範囲だね。今何体いんの他に。まあ、とりあえず隠れるか。あ、こいつなんか覚醒してるな。で、覚醒してる感じしたね。どこ見てんだ。おっと、おい、オッケー。全部か。あー、バレてんね。弾が切れた。お、弾ね。んだい。オッケー。これはきつい。
はい、もう武器ない。あー、これはまずいんじゃないか。はい、さよなら。うわ、マジむず、これやべ、この場所むずいな。弾はまずねえのが致命傷だ。リロードしねえと。いや、本当にまずいな。いや、ほんとやだ。けけ、けやっと倒した全員。これは厳しかったね。ちょっと弾がないのが痛かった。あとサイレントキルもね、難しい状況にありましたね。とりあえず物色してからミッションスタートしていくか。 OK、 こんなところで、ストーリー進めていくか。はい、いきます。はしごを登る。この家に入るっていう感じですね。この家になんか痕跡とかあんのか。何がある？あー、行ったね。その傷つけたりしない？一人なのか？他に人は？子供？そのここに住んでるのか？そのいい部屋だ。あ、これは名前か。ダメ、リサ。兄さんのだよ。これは解散の時の一番になれたのに、ミシーキングがズルして。リサ、リサ、銃声が聞こえただろう。ここは危ない。だからあの時、すぐに帰ってきなさいってママから電話があったの。パパとママが家にいるから一緒に逃げようって。でも帰ってきたら他の人たちと一緒に逃げたってメモがあって、どうしたらいいかわからなくて隠れてたの。パパとママはどこにいるの？あ、ほら大丈夫だ。あ、レイさん、ここの近くにキャンプがある。俺と一緒に来るんだ。あ、そこにいるみんなは俺の知り合いでな。そのそこでは食べるために働かないといけないし、大変かもしれないが飢え死にはしない。だから、だってママが迎えに来るんだから。俺がママか？帰ってきてないだろ。ならキャンプにいるのかも。ママがキャンプに。きっとそうだね。よし、ついてこい。そうだね。パパとママはいるのかいないのかってとこもあれだね。この世界ではね、どういうことがあるかわかんないから。いやー、いや、やつら一緒にリサと逃げるって感じですね。待って待って、先に行かないで。よしよしよし、順調なんじゃないか。参ったんじゃない？ここいけないよね。結構迂回したね。いいぞ、いいぞ。他の生ハゲ像を。あ、リサが離れすぎている。あ！待って待って、なになに？ボス？なんか来た？え、待って待って、クマ！うわ、待って待って、クマいるよー。あー、どっから来たの？兄の方から来たんすかね。うわ、待って待って、リサいる？え、リサいる？これまずいんじゃない？爆発物あったね。うおー、来てる。クマを呼び寄せたい。
クマさんどこ行った？クマさんどこ行ったの？待って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 。お、クマさんどこ行った？クマさん。こん中行った？あの赤ピンのところっすか？あれ？上にいる？うわ、いた。ほら、来い。うわー、全然来ないね。落として、ここで爆発させると。この赤いところでね。で、そこまでクマを呼び寄せて、呼び寄せて、火炎火で爆発って感じか。行くぜ。とりあえずクマさんを見つけて、いるね。はい、こっちだ。よしよしよし。いいよ、スタミナをちょっと切らさないようにかわしながら行きましょう。で、火炎火セットしといて。あー、待ってー、そういうことない。丸丸丸丸丸丸丸連打、丸連打。いいよ、うはー。オッケーオッケーオッケー、まだ大丈夫。あ、あそこにもあるな。いけるかな。来るか。あ、逃げられた。ちょっと今頑張ったのにな。おい、あ、まただよ。オッケーオッケー、大丈夫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 。焦るな。こっちに来てくれ。そう、こちらガソスタまでね、 JA スタンドの方まで来ていただきますとありがたい。あと少し。うい、 OK、 よし、 JA スタンドもう少し飛び越えて、あ、こっちだよ、元なんで。いえ、よしよし、 OKOK、 来たぞ。あと少し、今です。うわー、失敗してる。あー、くそー。これ倒せんのか。待って待って。 OK、 よし、倒した。あぶねー、ジェーンスタンドのガソリンタンクで倒しました。いや、この戦いは厳しすぎた。いや、新鮮な肉だけど、結構ダメージ食らったかんね。うわー、ギリギリの戦いだった。あとそこね、発動しなかったな。危ない。よかったね。いやー、この戦闘厳しかった。厳しすぎた。おがのなまはげ。仙南中学校と、あと兄のくまくま園から脱出したくまが出てきたんですけど、今回厳しかった。結構バトルストーリーだったな。バトルするやつあったけど、時間もそろそろなので今回はこんな感じかな。今日クマ出てきてやったらビビってやだら大変でした。という形でまた次回もお楽しみにしていてください。今回は以上です。バイバイ。